回のコンサートで、花花さんの歌を聴いて元気になってくれたらいいなと思います。はい、あの妊婦ちゃんに会えるのを楽しみに来ました。もう万が一何かあったらすぐ言ってくださいね。この2人でですね、赤ちゃんのご機嫌を伺いながらお送りしていきたいと思います、はい、超安産のね、そう超安産でした。分娩台の方だけ5分で終わりでしたの。早いやろ。あんなにたくさんの妊婦ちゃんをいっぺんに見たのが初めてだったので、なんかこっちまで幸せな気分になりましたね。なんか皆さんいいお顔をされていて、うん、我々も楽しませていただきました。ありがとうございます、うん、ありがとうございました。妊婦ちゃんはお姫様だと思うので、いっぱいわがまま言って旦那さんにいっぱい甘えて、で出産その時までいっぱい甘えて楽しい時間をいっぱい過ごしてください。頑張ってください。はい、元気に生まれてきますように。